では続いて例題2番、ね、この問題ちょっと難しいです。ある小数の小数点を取ってできた整数から元の小数を引くと 184.14 になりました。元の小数はいくつですか、ね、これどういうことだろう、ね、例えば、まあ、8.23 と、ね、この数の小数点を取った数823、ね、から引くと、ね、例えばこれだったら814.77、こういうふうに、ね、だからこれがこの問題では184.14、ね、ね、こういうことだよね。じゃあここは小数第2位まで、ね、小数第2位までだからの数になってるから、元の小数も小数第2位までの数っていうのが分かるよね。ね、でじゃあね、この数、小数点を、小数第2位までの数の小数点をなくすっていうことは、ね、これはこの数、ね、元の小数を1としたら、ね、100倍したこの数っていうふうに考えられるよね。整数は、小数点をなくした整数は、ね、100倍した数って考えられる。じゃあ100倍したものから、ね、自分を見たら、ここの 184.14 っていうのは、ね、99倍って多いじゃない、元の小数。なので元の小数は 184.14 割る99、ね、こういう計算になるよね。こういう計算すると難しいの、ちょっと実際に自分で書いてみて、これどういうことだって考えてみたら、ね、ここが小数第2位までだから、元の数の小数第2位、で小数第2位までの数をの小数点をなくしたっていうことは、ね、元の学生小数の100倍にしにの数だっていうことですね。ね、まあ、難しい問題ね、ちょっとひらめかない場合があったら、ちょっとね、手を動かして書いていってみると、ひらめきやすい。